どうもライドウです。今日はあの人気レモンサワーブランドから新たなフレーバーが発売されたので買ってきました。今日紹介するのはこちら、こだわり酒場タルカオルレモンサワー。こちらサントリーさんから発売されています。こだわり酒場のレモンサワーシリーズといえば、2018年に瓶入りリキュールを、2019年にRTD 缶での販売を開始した人気レモンサワーシリーズで、レモンの格好をした梅沢富美男さんがキャラクターを務めていることでもおなじみですよね。今回は樽で貯蔵されたスピリッツをブランドしたお酒ということで、どんなお味に仕上がってるんでしょうか。それではこちらをレビューしていきましょう。こちらのデザイン、背景に樽のイラストが描かれていて、なんとも渋くて落ち着いたデザインですね。こちらリリース情報によると、樽仕込み酒の香りと余韻の広がりをお楽しみいただけますとのことなんですが、実際はどうなんでしょうか。それではこちらを開けていきましょう。こちら見た目は透明で、香りもそこまでしないといった感じですね。それでは皆さん、お疲れ様でした。乾杯。樽感がいいアレンジになってて美味しい。いや正直僕、ウイスキーとかにある樽の感じって正直苦手だったんで、ちょっとね今回の酒どうかなって心配してたんですが、樽感はね全然強くなくて優しい感じなので、ちょうどいい出沢のアレンジになってる感じで飲みやすくて美味しいです。レモンの感じはこだわり酒場らしいレモンの果実味のある感じで、酸っぱみが強くて、いや爽やかで美味しいですよ。でそこに樽の風味香りが乗っかってるという感じなので、今までの普通のレサワに飽きてる方にはこれはいい第二の選択肢になるんじゃないかと思いますね。味の感じとしては第一に酸味があって、後味に果実的な苦味があるといった感じなので、いやほんとねレモンをねそのままいただいてる感じのレサワなので、相変わらずこだわり酒場さんはいい仕事してるなといった感じですね。アルコール度数は 7% ということなんですが、レモンの酸味や樽の風味のおかげか、飲みにくいようなアルコール感は全然感じないので飲みやすいですよ。リリース情報にあった樽仕込み酒の香りと余韻の広がりをお楽しみいただけますということなんですが、確かにね香りや余韻は感じるんですが、優しいほのかな風味なので、これは確かにね万人受けするというか、いろんな人が楽しめる味になっていると思いますね。まあ、ただ逆に言えば、樽の感じ風味が大好きな方、そこに重きを置いて期待して飲んだら少し物足りないというか、肩透かし感があるかもしれないですね。ちなみに希望小売価格は 350ml が156円、 500ml で212円となっていますよ。いやー本当飲みやすくて美味しいレサワがまた一つ増えたといった感じです。いやこの出来には富美男さんもにっこりだろうな。本日紹介したこだわり酒場タルカオルレモンサワーのまとめ、味としては果実感あふれるすっきりさっぱり酸っぱい美味しいレサワに、樽の風味香りが黒子的にそっと添えてある感じなので、非常に飲みやすくて美味しいレサワといった感じですね。飲むシチュエーションとしてはすっきりさっぱり爽やかで美味しいので、一杯目とかに飲むと疲れも吹っ飛ぶ感じでね、いいんじゃないかなと思いますよ。あとはねやっぱ樽風味のレサワって個人的にもあまり聞いたことはないので、レサワ好きの方で新たなフレーバーが欲しいなという第2第3のレサワの選択肢を求める方には、ぜひねこれはお試しいただきたいですね。そして私のような樽感はちょっとなという方にも、これはねほんと全然飲みやすくて美味しいので、樽感ということでね敬遠せずね一度試していただきたいですね。十分満足に樽お酒、それがこだわり酒場タルカオルレモンサワーでした。美味しかった。ごちそうさまでした。動画の感想など何でもコメントに書いてくださいね。チャンネル登録や高評価もお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。ライドウでした。